ニルスオラ、トイボネンは、スウェーデンでエーゲルホシュ出身のサッカー選手。元スウェーデン代表、トイボネンとも表記される。マルメ FF 所属。ポジションはフォワード及びミッドフィールダー。2005年にデーゲルホシュイフで、プロキャリアをスタートさせた。2006年にエルグリーテイズに移籍し、2007年にスウェーデンのマルメ FF に加入。2008年には、 アルスベンスカンで14得点を記録し、ヘンリ・クラーションと並んでリーグの得点ランキング4位に入った。2009年1月15日に移籍金450万ユーロの3年契約でオランダの PSV アイントホーフェンに移籍した。11月8日、アド・デンハーグ戦でハットトリックを記録した。2009から10シーズンは33試合に出場して13得点を記録した。 2012から13シーズンの途中、代表での練習中にハムストリングを断裂し、長期の戦線離脱を余儀なくされた。2014年1月20日、フランスのスタッドレングに移籍した。スウェーデン代表として UEFA ユーロ2012でプレーするトイボ年2007年にスウェーデン代表に招集されている。1月14日、ベネズエラ戦で A 代表初出場した。 2009年に地元スウェーデンで開催された UEFAU-21 欧州選手権では大会得点王のマルクスベリの理想的な引き立て役となった。自身は2位のロベルト・アクアフレスカに並ぶ2得点を挙げた。2010年5月29日のボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合で A 代表初ゴールを記録。 2018FIFA ワールドカップのグループリーグ第2戦のドイツ戦で W 配発ゴールを決めた。2018年8月28日、代表引退を表明した。PSV での5年間主力として活躍した一方で、エルボーマとしても知られ、ダーティなファールが多いことやピッチ内外の振る舞いのために、オランダで最も嫌われた選手だった。2012年に、フェーノールトのロナルド・クーマン監督は、 イラつかせる選手、2013年に PSV の元スウェーデン人ストライカー、ラルフ・エドストレームは何の理由もなく肘打ちする選手に共感はできないとコメントし移籍が決まった2014年1月には PSV のイコンであるレネ・ファンデ・ケルクホフは彼はチーム内の腐ったリンゴ、いなくなるのをクラブ内の全員が喜んでいるだろうと語った。クラブ PSV アイントホーフェンマルメ FF ありがとうございます。